コラボした田中さんについて、田中浩輝さんについて何かありますか田中浩輝さんに関しては、やっぱすごく思うところがあって、えー、僕ね、えー、これ初めて言うと思うんですけど、えー、Z リーさん、Z リーさんと対談したときに、崎く君の周りに薬物やってて、やばいやついるよって言われたんですよ。で僕、まあ、田中浩輝さんとは、ぶっちゃけ2、3回しか会ったことなくて、コラボさせてもらった銘柄だあ銘柄、銘柄、濃いんじゃねえ、ごめんなさい。<laughs> コラボさせてもらった間柄なんで、えー、もちろん知らないわけではないですし、僕は本当にすごく礼儀正しくていい人だなと思ってました。ただね、なんか編集の連絡とかをしてると、うちのスタッフがやり取りしてた、 何日間か連絡取れなかったりとか結構なんか変な動きをしてたんでなんかちょっと変わってるなとは思ってたんですよ。ずっと で、ZD さんのとこ行ったときに、あれ多分編集の都合でカットしたんですけど、美咲君の周りで、田中聖さんが薬物かなりやってるから、内定入ってるから気をつけろって言われたことがあります。まさかそんなことないだろうなって、一回過去に逮捕されてるらしいんでね、もうそんなことないだろうな、そんなこと信じたくないなと思ってたんですけど、僕が海外に行ってる間ですかね、日付的にはちょっとはっきり分かんないんですけど、一回覚醒剤かなんかで捕まって、最近さらにもう一回ですね、 その1週間後でしたっけ、なんか出てきて1週間後ぐらいに覚せ代剤でまた捕まっていました、いやー、本当、残念ですね、もうめちゃくちゃ残念ですね、うん、1回コラボしたあいね間柄なんで、別に僕はね、あのーまあのま捕まったからといって、どうか消すつもりもないし、残しておこうとは思ってるんですけど、まあ、やっぱ薬はだめでしょう、うん、って思いました、うん、残念ですね、まあ、でも、もうね、えー、で1回逮捕されて、えー、もう1回、その1週間後に捕まったわけなんで、えー 多分、まあ、実刑ですね、間違いなんか実刑で多分しばらく戻ってこれないんじゃないかなと思います、はい、もったいないですよね、うん、ジャニーズであんな一世を風靡したのに、ね、薬物に呼ばれちゃってね、ね自分も人のこと言えないですけど、やっぱ人ってやっぱ弱い部分、どうしてもあるんだなと思いますね、うん、決して薬物はやっちゃいけないと思います。はい